東大合格者がなぜ多い、全国2位と噂の鹿児島県ラサール高校を紹介します。全国高校紹介だった。一つ目に超ハイスピードの授業。もうここは授業スピードがえげつないほど速くて、中高一貫校が扱うレベルをはるかに超える応用問題を1時間に5、6台のペースで進んでくるよ。バケモンですか。スピード力がえぐいせいでテスト範囲もバケモン並みに広いし、それに加えてテストの数が半端じゃない。平均得点率 60% を超えてれば東大入学レベルなんだって。恐ろしいね。僕のいた高校だと鼻くそほじっても60点は取れたから、レベルの差が明らかだよね。2つ目に義務自習。あはあはあ、どんだけ勉強させてるんですか。ここ全寮制なんだけど、ここの寮がガチでストイックで、まず寮に携帯は持ち込み禁止です。連絡するときは公衆電話より伊勢の違い。本で3時間必ず勉強するっていう義務自習が設けられる。どんだけ疲れてても寝たら起こされるっていうことで、もはや拷問です。3つ目に体育祭への熱量。ラサールは勉強勉強勉強命っていうイメージがあるけども、行事にも命削るくらいには力を入れてて、特に体育祭はすごいで、応援合戦はバク転を連続するアクロバットな実力。